これもなんか広がりすぎてあれですよね、うん、キュッてやりたいですね。この辺をちょっとお家から持ってきて、植え替えについてちょっと古上さんの小棚さんにお伺いいただき、お伺いし、なんていうんですか、いろいろ聞いていきたいと思います。一応4つ持ってきたんですけど、まずこれが謎の植物、うん、何かちょっと分かんないですけど、これとあとモミジですね。もうちょっと葉っぱが出てきて、あと五葉松2つ値上がりのという形です、はい、まずは植え替え入る前に鉢をある程度、はい、うん、選んでおいた方ががいいと、はい、根っこ丸出しでほっとくのはちょっとかわいそうですね、うん、大雑把にまず決めときましょう、うん、なるほど。まずこの丸鉢ですね。丸鉢、はい、これが動画でケンジーさんの方ところからいただいた鉢だと、普通のダウン鉢、下手鉢、そうです。この3つ4つに対して3つなんですけど、このビニールポットのやつがもうちょっと太くした方がいいってさっき、そうですね、培養した方がいいと思うんですよ。培養した方がいいっていうこと、要はここはもっと太くなった方がいいってことですか。そうですし、ちょっと多分ぐらついてると思うんですよ、土も、うん、フラフラで。なるほど、うん、じゃあしっかりさせていきたい、はい、ということで、これは下手鉢、下手鉢ね、入れる。でも五葉松2つちょっと鉢がすぐ抜けちゃってるのと、そうなんですよ、これすぐ抜けるの、はい、ちょっとちっちゃめなのかなっていうのもあるんで、まあ、同じ土の出物の鉢ですかね。そうですね、かっこいい鉢と安鉢とありますけど、まあ、どっちかがどっちかに入ったりして、こういう感じにしたいと、はい、で、これが開くので、それをここに入れてちょっと培養するかなっていう感じですかね。まあ、あるもので済ますっていう。そうですね、すいません、はい、これからいきますか、このもみじの。もみじちゃん、まあ、まず抜いてもらって、回ってはない、はい、ちょっとしてますね。ずっとしてる、はい、まずこういうポット苗っていうのは上に盛り土がいっぱいしてあるんで、はいはい、まず上を土払ってみてもらって、まあ、ピン、ちっちゃいからピンセットで十分だと思うんですけど、多分根っこがないと思うんですよ。本当ですね、上の方こうなんだ、結構長い、意外とこう腰長だったりするんですね、はいはいはい、やっぱりあんまりいい根っこしてないと思うんですよ。なるほど。でビニールポット通気性悪くて、下にベタっとついてるんで水が溜まりやすくて、うんうんうん、はい、はあ、水はけが悪いんでこういうベタっとした土になりやすいんですね、なるほど。それなんで下手鉢にあったらすぐ下手鉢にあげた方が本当はいいですね。それ時期が、例えば買った時期が冬とかでも、冬とかでもまあ下手鉢にあげるぐらいだったら根っこ切んなかったりすれば、うん、根っこ切らずに、はい、鉢替えだけでもしとくといいですね、うん、これ根っこ切った方がいいんですか。そうですね、時期なんで切った方がいいですね。まあ、葉っぱが一部出ちゃってますけど、そこはちょっと後で切ってもいいですし、であまり根っこが少ないんで、はい、本当に長いとこだけちょっと切りましょうか。ここだけ、はい、ちょっと、はい、で上の方に段になっちゃってると思うんですけど、ここですね、はい、将来的にどこの方の根っこを生かしたいかですかね。下の方の根っこでいわゆる発泡粘り作るか、うん、まあ、もっと小さく作るんだったら上の方に根っこ出させたい。じゃあ上ですかね、はい、ちっちゃくしたいんだったら上に出させたいんで、うん、取り木じゃないですけど、ここのところに根っこが出るようにここが土入んなきゃいけないんですよ、はいはいはい、多分今この時点で入れても上に出ちゃうので、うん、はい、下のちょっと突っ張ったところを切んなきゃいけないですね。このこっち本当はそこ切りたいんですけど、我々だったらここまで切っちゃいますからね、ブツッと、うん、はい、管理が難しくなるんで、うん、この太いところですかねだけ切っちゃう、はい、ここもうちょっと長めに取っておいて大丈夫です、はい、この辺、はい、なるほど、はい、だいぶ根っこなくなっちゃうんで。本当ですね、はい、これだけになりました。ちょっと深めに入ると思うんで、うんうんうん、はい、こうあの木も止めたいんで、こうやって丁寧に鉢穴開いてるやつはそこ使えば、うんうんうん、はい、それで終わりですけど、うん、で固定もできるから、ね、はい、程よい目の粗さ、まあ、なかなか揃えてる人いないかもしれないですけど、うんうん、まあ、植え土中に作ったのをこうちょっとこうして粗いのと細かいのが出るので、うん、はい、この粗い方をちょっとそこに引いてもらって、引いてもらい、こう
細かい方を軽く山盛りにしてもらって今分けた細かい方ですね、はい、だから極小じゃないんですね。極小ではないです。極小入れちゃってもいいんですけど、うん、あまり小さいの入れすぎて目詰まりしちゃうんですよね、まあ、仕上げぐらいに、はい、トンとでもうちょっと押し込んであげてグリグリグリ針金で留めるんですけど根っこがないんで止まんないと思うんで、はい、ちょっと幹に巻きつける感じでもいいですね。で軽めに、まあ、あまりこれやんないんですけど巻いちゃう幹に巻いちゃう両方ともで、まあ、1ヶ月しないぐらいで取っちゃった方がいいですね。それはもう成長で食い込んじゃうんでね。とりあえずこれでまあ倒れないんで、はい、この土ちょっと安いやつなんで細かい土が混ざってるんで、はいはい、柔らかくてカスみたいなのが入ってますけど、続いていくと続いていく。でまた指でキュッとしてキュッキュッ、はい、キンキンに育つですね。根が張ったらすぐそれ取っちゃって取っちゃった方がいい。わかりました。いいやつからいきましょう。表面はこれってサイン入ってるじゃないですか。この何ていうんですか、楽観、ね、楽観が入ってるじゃないですか、はい、こういった時に読めるのが一番いいんですか。まあ、ある程度作家さんがそういうのを見て入れてると思うんですけど、はいはい、自分がいい絵面ですかねでいいんですかね、はい、でここいい選んだ方がいいと思いますこれね、はい、ここが前さあ五葉松これも普通に落としちゃって大丈夫なんですかね。そうですね。でも五葉松ちょっとあの根があれだったりするんで、はい、まず下に鉢底あるかな、苗の方に鉢底が入っちゃってるんで、あ本当だ、 それだけ吸湿してあげましょう。腐らないでね、はいはい、これでも時期五葉松の植え替えの時期、うん、じゃあちょっと早いじゃないですか。早い方です、はい、だからあんまり、あんまり崩さない方がいいですね、うんうんうん、じゃあちょっとこれが葉あそうです、はい、るぐらい植え替えあんまりそうですね根を傷めないぐらいにちょっと崩しながら側だけっていう、うん、ちょっと揉みほぐしたりしてね揉みほぐ結構落ちちゃうんですよ、はいはいはい、あなるほど。でこう根上がりっていうスタイルで根が上に上がってるスタイルなんで、はい、まあ、広がりすぎてて嫌だったらその時にちょっとしぼめて植え付ける感じですかね、うんうん、で入りますね、はいはい、丁寧に穴が2つあるから、はいはい、そこ使いましょうか。わかりました、はい、これってさっきこういったじゃないですか、はい、こういくパターンもありますよね。あの鉢底を止めるにはそれでいいんですよ。なるほど、はい、まずじゃあそれはちゃんと穴があるんでいい方に使いましょう、はい、この字にして穴に突っ込んででこういうことですね。曲げとこ、はい、せっかく穴がある、はい、活用しました。穴があるので作家さんがそういう感じで作ってくれた。そうですね、はい、使いましょう。で、そこですね。そこの針金が重要になってきます。これをびっちりやんないと後で緩みます。ここがびっちりやんないと。はい、五葉松なんで、はい、硬い土とかよく使うんですけど、はい、まあ、水持ちがちょっと大変だったりする場合があるんで、うんうん、赤玉の硬質の細かいのですか、はい、粗いやつを軽めにうっすら、ただ小粒ね、これは商品用っていうのがあるんでね、これ商品が、はい、もともと細かくなって、うん、はい、でそれを根を傷めないようにね、ちょっと綺麗に入るように、ちょっと待って、前が違う、このぐらいか、まあ、自分で好きなんですけどこれもグッてやらないとあれですよね。そうですね、ちょっとグリグリやって、で、はい、で止める、はい、まあ根があるから止まると思うんですけど、上にまず引っ張ってこうやって押さえて上にギュッと引っ張ってで回しながら押し込む、はい、それからかっちりと思います、はいはい、飛び出したら根をしまいつつ土を入れる、土を入れる、この土でもちょっと粗いぞっていう場合はちょっと崩したりしてもねいいですし、あとあんまり乾いてしょうがないという時は水苔砕いたの、はいはいはい、はい、ああいうカスみたいのちょっとすき込んだりして、へ、うん、保水してもいいですし、土が硬いから結構サクッと入ってくる、うん、入ってきますね。柔らかいと崩れちゃいますね。さっきの土は柔らかい土でしたけど、これちょっと硬い土なんです。買うときは硬質、硬質とね、あの安いのは柔らかいんで使い分けするなり、はい、結構ちっちゃいと毎年植え替えたり、ね、植え替え年数が早かったりするんで、はい、そんなにこだわらなくてもいいかもしれないですけど、なるほど、大きいとどうしても
5年とか掘ったりするんで、うん、5年掘ってたりするとやっぱり土が砕けて固まっちゃって植え替えがすごい大変になっちゃうの。砂混ぜたり砕けちゃうから大変なんですね。そう砕けて根がびっちり張っちゃってね。で水やって後で苔張ったり、ああそうですね、はい、こうさっき剥がしたやつを張ったりしてね、はい、もういいです。止めるのがめんどくさければ一旦あの麻紐なんかとかで縛っといてもいいですしね。あ、根元縛る上の方、そうそう上の方とか、それがいいっす、中間とか。ビニールよりは麻紐のが、麻紐の方が優しいですよね、やっぱり。はい、ぐるぐる巻きにしてもいいし、一箇所だけでもいいし、軽くでいいですよね。軽くでいいですよ。結構腐ってダメになったりするんでね、ビニールよりはもっと麻紐でぐるぐる巻きにしたりしてね、1年間ほっとくと。1年もほっとくんですか。勝手に腐って取れちゃう、はい、うん、はい、いいじゃないですか。しっかりじゃ止めるときなるべくこっちに倒れてるから、うん、向こう側を止めた方が本当はいいんですよね、こっち側の根で。あ、なるほど、はい、で水やった後、はい、またギュッと押すとだいぶ締まりますんで、やっぱ鉢がちっちゃい方が、うん、かっこいいんですよ。かっこいいですよね、うん、これだとちょっとなんかそう、ちょっとでかすぎるんですけど、うん、培養するには大きい方が楽です。まあそうですね、もうちょっと大きくしたい、はい、そしたら最後、はい、この謎の、はい、名前忘れたって名前は分かんない思い出せない。これも培養、培養ですね、リミですね。だから根このままでちょっと落とすぐらいで、そうですね、腐ってれば腐ってるとこ取っちゃって、なるほど、はい、ちょっと粘りがどんななってんのかみたいな。あ、じゃあ見てね。これが、わかりますか。あ、とんがって切れてるんですよ、はいはいはい、この上の部分わかるかな。この下から根が出てるのかな。そうですね、ピンセットで丁寧に一旦開いてみた方が上に飛び出ちゃってるのかな、うんうんうん、あ、これ取っちゃってもいいと思うんですけどね。取っちゃいますか。まあ、植え付けが変えてこれが下に沈むようだったらね、発泡粘りに使えるんでしょうけど、うん、一つ穴ですか。一つ穴です。これに巻きつける感じにしますか。一周ぐらいでいいのかな、はい、これで巻いていく、はい、これで下から刺せば、鉢から飛び出すような、飛び出すとこ切ってもらえば、はい、なこれはもう分かんないですもんね、完成形が何かも分からないでもたくさん盆栽持ってる人は一日中家とのね、うん、庭とかでずっとこれやってるんですよね、この時期は。この時期はもうそれはそれで幸せだなとは思いますけどね楽しいですもんね、やっぱこうやってやってるの。仕事だとね、またあれですけど時間に追われますけど、ね、あ、やっぱり忙しい時期が来たみたいなもんですかね。そうですね。でこれでもし乾くようなら、水やりが大変だったらやっぱり上に水苔引いたり、うん、はいはい、その乾燥対策みたいなね、うん、しといた方がいいと思いますね。なんかこう注意することとかありますか。特に根っこ切った木、中だと一番切ったのは多分これだと思うんで、はいはいはい、もみじですか。はい、もみじはあんまり乾かさないようにした方がいいですね。うんうんうん、五葉松なんか根っこいじってないからね、ちょっと乾かしても大丈夫ですけど。そうですね、はい、なるほど。ちょっとまだぐらついてるとこがあるんで、強風だけは避けた方がいいと思うんですね、はい、じゃあ風のないとこを置いといて。そうですね、はい、暖かい、うん、あんまりビュービュー吹くようならちょっと軒に下げたりする、ね、なるほど、はい、植え替えた後の管理はそういう感じが基本ですね。こういうミニ盆栽なんかやっぱ乾燥なんですかね、気をつけるのって。やっぱ土が少ないから。そうです、乾燥ですね。乾燥、はい、まあ、こういうとこから初心者楽しんでいきますので、はい、僕もここからスタートしていくんで、はい、ありがとうございました。はい、はい。